こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、不思議な人間の機能、周波数伝達、自然に広がる輪をお届けいたします。よろしくお願いいたします。今日の量子の話なんですよ。量子理論の量子ですよね。 えこの量子理論の量子は非常に難しいですね。あの論文とかいろいろ目を通したことあるんですけど、あの分かりにくいです。で、アインシュタインっているじゃないですか。いたじゃないですか。アインシュタイン博士ですね。天才科学者ですよね。物理学者。あのアインシュタイン博士をもってしても量子は理解できなかったというぐらい複雑です。えー、ただですね、あの最近事実がどんどん分かってきて、真実がある程度 ある程度って言っても、まあ100、100%のうちの1、2%分かってきたんですね。まあ、そのことについてお話ししたいと思います。で、今日のタイトルと何の利用者が関係あるのかというと、多分ですよ。いや、私のこれは、あの、勘っていうか、思いなんですけど、こういうふうに YouTube 今やらせていただいて、まあ、いろんなことがあって、まあ、吸った問題があってですね、まあ、一回ちょっと2日、3日、 あのコメント欄を閉鎖させていただいて、で、その間に、まあ、PL とかね、連絡を来て、いやいや、そんな、やめた方がいいよ、こうしようよっていう風に、まあ、アドバイスをいただいたりとか、あとは、まあ、YouTube 側の、まあ、誰とは言わないですけど、あの、ある、その、力を持った人から連絡が来たんですよ。で、あのー、非常にねあの、いいですよということ、まあ、見ていただいてるんですね、私の YouTube をね。で、 あのコメント欄はあの再開した方がいいと、でどういう連絡が来たかっていうと、結局あの、前の古いコメントは開放してたんですよね、だからそちらに連絡をいただいて、まあ、ちょっと話しましょうということで、話をして、非常にいいと、うん、だけど強烈すぎると、いろいろね、まあ、でもそれはあなたの持ち味なんでね、まあ、いいでしょうということでで。 あなたのね、その、まあ、話とか、その、まあ、声とかもそうなのかなっていうんですけど、あの、私に響くんですよと言われたんですよ。響きますと。ああ、え、それと、どういうことなんですかって言ったら、非常にね、心に響くんですよと。これはね、稀であって、なかなかいないですよということを言われて、まあ、あの、コメントもね、いろんな人がいるけれども、 まあ、アンチのねあの、あんまり気分の良くないコメントも来ますと、その人もね、来ます。だけど、それが1だとしたら、まあ私もあなたもそうですけど、1000倍、2000倍の応援してる人がいるので、そちらに比重をね、あの心を傾けていかれるといいですよっていうアドバイスをいただいて、ああ、そっか、でも私まだあの、ね、YouTube 始めて、本格的に始めてまだ100日なんで、 ちょっとまだ迷子の状態、まあ、迷子なんですよ、本当、ごめんなさいね、本当にね、迷子状態あの。初めてね、こう、YouTube でアップをいろいろして、まあ、その反応が、あのなんか、劇的に早くて、いろいろね、いろんなことがちょっと早いんですよ。まあ、これもでも、あの間もなく来る大変なことが、まあ、2023年来るんでね。まあ それに合わせて早めに、まあ、皆さんにということで伝わっているのかなという、ねあの、そういうあの思いを持っています。で、心に響くというふうに言われて、いやいやいや、こんな方にそう言われるんだったら、ちょっと、まあ、頑張らないといけないなという心を新たにですね、2023年、ね、皆様のご支援もありまして、あの本当に、ね、温かいコメントも本当にたくさんいただいてありがたいです、本当にね。で まあちょっと気合い入れて頑張りましょうということで言われましてね、頑張ろうと思ってとっていうことですね。よろしくお願いします。で、漁師の話なんですけど、漁師理論を簡単にですよ、本当にあの、なんだろう、あの、ボールを例えてね、お話をしたいと思うんですけど、インターネットでも調べると同じような話が載っています。例えば、漁師を、漁師の、まあ、 結びつきができた、まあ、粒子ですね。まあ物体ですよ。小さい物体を赤と白のボールに、まあ、対になってるんですよ。物体って常にどんなものでも対なんですよ。二つなんですよね。二つが一つになって一組になって一つのものを、まあ、形成してるんですよ。で、赤のボールと白のボールが一個ずつあるとするじゃないですか。で、それが まあ、漁師によって、お互い結びついた。まあ、漁師のもつれですよね。もつれによって、絡まれ合って、赤いボール1個と白いボール1個が結びついているとするじゃないですか。で、その赤いボールを箱に入れるんですよね。見えないようにね。一つの箱に。で、もう一つの白いボールを、やはり箱に入れるんですよ。で、その箱を、まあ、空輸して飛行機で運ぶんですよね。 一つを例えば、えー、ハワイに置いといて。で、一つを東京に置いといて。で、二つ同時に開けるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、まあ、片方には赤いボールが入っていて、当然ながら、もう一つには白いボールが入っているじゃないですか。で、その現象って当たり前ですよね。だけど、本当の話ですよ。あの、皆さんこれ言うと、 そんなバカなことあるわけないって言うんですけど、実は空輸してる箱の中のボールは両方ともピンク色なんですよ。本当の話ですよ。あの、誰も見てない時ってピンク色になってるんですよ。本当に。で、ハワイについて置いてある箱の中身のボールもピンク色なんですよ。まだ誰も見てないんで。で、東京の箱の中のボールも ピンク色なんですよ。本当に。で、まあ、東京のボールを開けるとするじゃないですか、あの箱をね。で、は開けて、開けたら赤だったとするでしょそうすると、ハワイの箱を開けると、ピンク色が瞬間的に白になって、開けた人には白に見えるんですよ。これ本当の話なんですよ。いや、そんなバカなことあるわけないじゃない。っていう人、まあ、 大多数ですよね。で、これは人間には理解できないので、そんな常識からしたら考えられないっていう人もいるんですよ。でも、本当なんですよ。ボールの色なんか決まってないんですよ。人が見るまで。変な話ですが、あの、人が見て物事っていうのは決定されるんですよ。本当ですよ。も、ま、う、あ、動物とか人がねあ、動物でもいいんですよ。犬でもね。何かが、 見て目撃して初めて色っていうのは決まるんですよ。これ冗談でも何でもなくて、本当の話なんですよ。で、で、すごいのはですよ。例えば、あの、まあ、東京で開けたボールが赤だったとするじゃないですか。で、ハワイで開けたボールが白だったとしますよね。で、その時に赤いボールをに電気を流すんですよ。ビリビリビリって。そうするとボールが、 ま、電気でビリビリビリってなるじゃないですか。で、白いボールを、ハワイの白いボールを触ると、電気が流れてるんです。ビリビリって、人間が触ると、うわあなんだこれって、なるんですよ。本当ですよ。漁師ってそういうものなんですよ。で、じゃあその赤いボールと、東京のね、赤いボールと、ハワイの白いボールの間に何かつながりがあるかっていうと、人間にはそのつながりは理解できないんですよ。全く。 だけど、そうやって、量子のもつれによって、一回結びついた、まあ、物質ですよね。それを引き離して、だから地球のまあ反対側と反対側で刺激を与えれば、お互いに同じ刺激が起きるんですよね、影響が。これって本当の話なんですよ。でも、アインシュタインは、それはもう物理法則に反しているので、ありえないと言ったんですよ。 だけど、アインシュタインが間違ってたんですよね。本当にそうなるんですよ。これはね、あのー、まあ、量子テレポーテーションとかね、いろいろな言葉で今、学者たちがあの頭を抱えながら、なぜそうなるかわからないんですけど、ま、あ考え続けているんですよ。 んでも現象としては今の通りなんですよね。でも今の話をすると理解できないので、そんなものは嘘だって最初から決めつけてしまう人がいるんですけど、これも実験してるんでね、実験して確定してる事実なんですよ。間違いないんですよね。だから、あの、これって、あの別になんか特別なね、あの、量子のもつれが関係しているものを特定して、今みたいに引き離してって実験しなくても、 あの前々回の動画でお話ししましたけど、例えばあの九州の猿が芋を洗い出して、下北半島とかの猿が同時期にあのもう、もうほぼ同時にね、芋を洗い出したと。それって考えられないじゃないですか。別に猿が携帯電話持ってるわけでもないのでね。だけど、本当にそうなんですよ。これって今の漁師のもつれに多分関係あるんですよね。要するに、意識が飛んで、まあ、周波数が同じ周波数で、 つながっていて自然にね。で、それで伝達してしまうんですよね。これはね、あるんですよ。同じ感覚を共有するっていうかね、あの思想とか思いが自然に同じ周波数の人には伝わってしまうんですよ。で、これがまあ一種のその宗教の集団を形成したりとか、まああるグループを形作ったりとか。 例えばの歌手の人が1人でね、例えば矢沢ですよね、もう長渕とか矢沢、たった1人の人間が歌っただけでうおーってなる、あれ、漁師のもつれなんですよ、本当に、絶対そうですよ、長渕が歌っただけでみんながうおーってなる、漁師のもつれなんですよ、本当に。で、自分の好きな歌手イコール、周波数が同じ歌手なんですよ。 だから伝わってくるんですね。だから、うおーってなるんですよ。で、私は、やっぱり、なんかあの、さだまさしがいいわとかね。本当に、あの、小田さんがいいわとかね。まあ、それぞれ、あの、違うんですよ。あの、私はちょっと矢沢みたいのはちょっと苦手だわ。それは当たり前なんですよ。だって周波数が違うんですよ。だから自分と同じ周波数を持っているドンピシャのね、歌手に巡り合った時には大ファンになるってことですよ。 本当にでその人の歌声とか歌を聴いたらメッセージ性がある歌を聴いてよし、そうなんだってなってうおーってなるんですよ。絶対そうなんですだから私の,この話しているその言葉だったりその音質だったり、ねまあ、音声だったり、まあ、人間性だったり気持ちの中だったり全部周波数に乗って拡散されてるんですよね、YouTube で。 それを受け取った人が周波数が同じだと、わーいっていうふうに、まあなってくれているっていうふうに私は思っています。まあそう信じているんですよね。これはね、あの重要なことなんですよ。なぜかというと私の心の中には、あの、生き残らなければいけないっていうのがあるんですよね。何が何でも。で、この2023年、2024年は試練の年だってのがあります。 で先日ね、まあ、アップしたの、大寒波が1月15日にやってくるっての、まあ、これは当たるか外れるかって、まあ、予言で書かせていただいたんですけど、まあ、どっちにしても大寒波は、早ければね、15日、気象庁の,の15日時点での,その気象庁の予報では、大寒波は全く来ない予報なんですよ。1ヶ月予報とか。で今でもそうですよ。暖かいって書いてあります。 私は来る感じがしてしょうがないし、まあ、15日ちょっと過ぎるかもしれないけど、まあ、どっちにしても1日2日過ぎ、あの、ずれて、まあ、来るんだと思ってるんですよね。あの、そういう感覚が強いんですよ。でも、たとえこれが何かでずれても、まあ、それは何だろうね。あの、まあ、それも試練ですよね。だからそれで、あの、いや、もう、ね、 あの、当たんないから、まあ当たんないって言ったら変ですけど、宝くじじゃないんですけどね。あのまあ当たんないから、もう聞くのやーめた、この人の YouTube って言ったら、それって多分、古いなんですよね。あの、古いで落とされているような状態だと思いますよ。古いにかけられて。いや、あのね、なんかね、いろいろなことが、まあいっぺんに今起きすぎてしまって、新型コロナもそうじゃないですか。もう随分前の動画でね、あ強烈なの来ますよって言ったら、まあ、 今、中国でね、来てますから、これはね、危ないんですよ、だけど危ないけれども、みんな緩んでるんでね、気が緩んでるんで、まあ、いっぺんにね、もうやられちゃうと思いますよ、ほとんどの人が。これはね、来ますからね、うん、だけどまあ、その前の大寒波も、本、ま、当、あ、気をつけなきゃいけないし、まあ、いろんな準備をね、いろいろな角度から一生懸命していかないといけない年なんですよ、今年ね。 で、マクドナルドのね、あの前回の動画で170円になった、190円になるでしょう、200円になるでしょう、300円になるんじゃないか、ね、そういうような動画をアップさせていただいたんですけど、あのマクドナルドのハンバーガーがそんなに1年間で100円ぐらいだったものがもう170円、190円、200円となっていくわけですよね。異常な事態だと思わなきゃいけないんですよ、これ。 少しずつ値上げすると、日本人ってね、感覚が、あの、瞬時に受け取れない人いるので、ああまあ、また20円か、あまた10円かっていう風にね、なんかあの、慣れちゃう人いるんですけど、もう慣れは怖いですよ。慣れちゃいけないんですよ。本当に。これはあの、異常な事態なんですよ。1年間でほぼ倍になっているハンバーガー1つ。でもそのハンバーガー1つが小さいけれども基準なんですよね。おかしいんですよ。 おかしいと思わなきゃいけないし、これから何が起きるのかを判断する材料として、そのハンバーガーの値上げもね、捉えなきゃいけないんですよ。これはね、物がなくなっていくということなんですよ。本当にね、まぁ2023年、強烈ですよ、これは。で、生き残るっていうね、なんか生き残るためにはっていうメッセージを、まあ、発信したいがためにこれを始めたんですけれども、まあいろんなことがありありで、ね、もう本当にね、 もう、オーマイ・ピエールですよ。<laughs> 本当オーマイ・ピエール。ピエールの言う通り、オーマイ・ピエールですよね。ねえ、まあ、ピエールの娘さんの可愛いことね、びっくりですね。だけどあ、本当にね。いやいや、あの、それはいいんですけど。いや、だけど、まあまあ、突き進んでいってね、もう本当にね、あの、どうにか乗り越えていかないといけないですよ。 生き残っていれば楽しいことね、笑顔は残っていきますからね、もう生き残るしかないんですよ。これ全力尽くさないといけないっていうことですね。ということで今日はね、まあ不思議な漁師の話ですけど、事実なんですよ。事実なんですよ。なんだけど、人間っていうのはね、理解し得ない、自分では理解できないことを考えないようにする、それを嘘だと決めつけてしまうっていう習性があるんですよ。怖いですね。 頭はね、常に柔らかく、積極的にね、自分から考えて何かを掴もうとしない限りは、もう自分自身は成長ないですからね、本当にね。まあ、そのつもりで進んでいかないといけないと思いますね。厳しい2023年になりますよ、もちろん。だけど、力強くね、準備しながら前、前、前へ進んでいくっていうふうに、自分を持っていかないといけないです。テンションを上げてね。 ということで皆さん応援してますからね、本当にね、心から応援してます。頑張っていきましょう、2023年乗り越えましょう、2024年も乗り越えましょう。頑張りましょう。ということで今日は、不思議な人間機能、周波数伝達、自然に広がる輪をお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。